財務省答弁 4K と私は言ってますけども、巧妙に聞かれたことに答えず煙に巻くと、まあ、相変わらずお見事です。小規模事業者、個人事業主、フリーランス、弱い立場で働く皆さんを苦しめるインボイスの廃止、まあ、政府に強く求めたいと思います。今日は消費税を軸に質問をしていきたいと思います。まずは、青木局長に、お伺いします。今日いらっしゃってますかね。4月8日の本委員会での私の質疑にて、まあ、なぜ日本は消費税減税を短期間で行えないのかという問いに対し、青木局長は他国を例に挙げ、過去に税率を引き下げたドイツやイギリスにおいては、消費者への転嫁については日本ほど厳格な取り扱いをしていないのではないかというふうに考えておりますと答弁いたしました。その言いぶりだと、税率を引き下げた際のイギリスやドイツの対応が、事業者も国もいい加減で適当だ、しかし日本はそうじゃなく、財務省が優秀で、事業者にきちんと転嫁をさせているという主張になりますが、青木局長、この発言に問題ないでしょうか。そもそも日本において消費税を下げたことがあるでしょうか。ないにもかかわらず、イギリスやドイツのようにならないといえる根拠を教えてください。お答え申し上げます。ドイツ、イギリスにおきまして、まあ、過去に税率を下げた際の対応でございます。付加価値税率の変更の際ですね、まあ、総額表示義務の下で、価格設定、それから価格変更のタイミングを、まあ、事業者が比較的柔軟に判断しているというふうに承知しております。他方で消費税の転嫁につきましては、まあ、日本厳格な対応をしているということで、これまでも、最終的な、消費者にご負担をお願いする、転嫁するという考え方の下で、税率の引き上げにあたっては、公共料金などを含めまして、広く適正に転嫁を行ってきたところでございます。財務省答弁 4K と私は言ってますけれども、巧妙に聞かれたことに答えず煙に巻くと、まあ、相変わらずお見事です。そもそも青木局長、前回の答弁冒頭で、諸外国の制度につきまして、詳細に承知しているわけではございませんがと前置きしています。でたらめもいいところだと思います。まあ、大体6月からの定額減税の際には、給料明細に減税分を記載しろと義務付け、従わなかったら労基法違反になるとまで、官房長官が会見するほど高圧的な脅しをかけたが、現状、事業者からはさまざまな批判が上がっており、事業者が従うかは不明です。にもかかわらず、あたかも財務省の作った素晴らしいシステムで、事業者が素直に従っているかのような言いぶりはどうかと思います。鈴木財務大臣、青木局長のこの答弁、イギリスやドイツに、失礼じゃないでしょうか。答弁修正した方がよくないですか。別に失礼とかいう話ではないんだと思います。局長が答えましたのは、日本においてはもうしっかりとこの消費税率が決まれば、それを必ず反映しなくちゃいけないと。ということに法定上もなっているわけでありますが、この他の国によってはですね、その辺は柔軟に対応できるということがあると、これ、事実でありますので、そのことを指摘をしているんだと思います。それは財務省の言い分はそうなると思うんですけれども、実際にじゃあ、日本で消費税を引き下げたことがないわけですから、じゃあ、そこまでおっしゃるなら、複数税率やめて、一旦 8% の減税に合わせたら、減税して 8% で、減税してみたらどうでしょう、試してみたらどうでしょうか。インボイスも煩わしいものいらなくなりますし、単一税率で。お答え申し上げます。消費税、全世代型社会保障の貴重な財源として位置づけられておりますので、その引き下げについては適当ではないというふうに考えております。毎回の答弁ですよね。要は4K 費に、社会保障4K 費に使うって毎回言われますけれども、お金に色はついてませんし、だったら特別会計に、消費税、するべきじゃないでしょうか。時間もないですから、次に進みます、またこれ、改めてまた質問していきたいと思います。あたかも諸外国は税制がいい加減で適正ではない、友好国にそうとなれかねない表現ですから、国際問題に発展しないようしっかり指導し、修正すべき点は大臣、修正をしてください。次に電気料金について伺います。資料1をご覧ください。国民が大増税や、物価高によって悲鳴を上げている中で、生活の根幹を支える電気料金が6月分から大幅に値下げをされ、報道によると関電 46.4%、 東電 20.9%、
一番値上げ率の低い、中国電力 14.4%、もはや個人の省エネ努力だけでは対応できないレベルではないでしょうか。激変緩和の補助金の延長をすべきだと思いますが、経産省にお伺いをいたします。お答え申し上げます。エネルギー価格の激変緩和措置は、国際情勢の緊迫化等を背景として、エネルギーの国際価格が急騰する中で緊急対応として実施してまいりましたけれども、お電気料金の激変緩和対策につきましては、LNG や石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵略前と同程度に低下した状況等を踏まえまして、5月末まで講じることといたしました。激変緩和措置の終了に伴いまして、1キロワットアワー当たり 1.8 円の支援がなくなりますが、これは各社の規制料金のモデルケースで申し上げれば、平均で400円程度に相当するというふうに承知しております。一方で、この規制料金は自由化後の経過措置として残っているものでありまして、家庭向け電気料金は実際には自由料金が6割以上を占めております。現在の燃料価格のもと、これらを合わせて試算すると、これまでで最も高かった激変緩和措置の実施直前である2022年12月使用分の水準と比べて1割程度低くなる見込みであります。今後、家計や経済活動への影響を抑えるためにも、エネルギーコストの上昇に強い経済構造への転換を進めるべく、徹底した省エネに加え、再エネや原子力などエネルギー自給率の向上につながる脱炭素電源の活用を進めてまいります。その上で、予期せぬ国際情勢の変化等により価格急騰が生じ、国民生活への課題の影響を回避するための緊急対応が必要となった場合には、迅速かつ機動的に対応いたします。ありがとうございます。レクでも経産省さんからいろいろ聞いて、納得できる部分もあるんですけれども、この表資料1にもあるように、やっぱり2019年、そこと比べると、大体2、3割ぐらい、高い状況で、電気料金高止まりしますんで、ぜひ、補助金延長を検討いただければと思いますが、もし延長しないということであれば、幅広く国民が利用する電力について、付加価値税 20% にイギリスでは 5% の軽減税率です。我が国でも電気料金にかかる消費税は見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。また、電気料金の一部、再生可能エネルギー発電促進付加金にも消費税がかかっています。とりわけ、この部分は二重課税的な要素もありますので、非課税にすべきと思いますが、鈴木財務大臣、ご検討いただけないでしょうか。お答え申し上げます。電気料金、それから再エネ付加金につきましては、認可制などの仕組みによりまして、電気利用者に過重な負担とならないようなならないよう、すでに手当がされていることを踏まえまして、他の公共料金と同様、軽減税率の対象とはしてないところでございます。また、課税対象から除くべきという指摘もございますが、消費税は広く薄く負担を求めるというご趣旨から、幅広い取引を課税対象としておりまして、電気料金、再エネ賦課金を課税対象から除くといった対応は考えてございません。はい、毎回これも同じですね。財務省答弁と私、呼んでますけれども、財務省答弁、今度は新 4K、困ったら苦し紛れに決まり文句を繰り返す、相変わらずお見事です。またこの議論は、次回にしたいと思いますが、インボイスの議論をしたいと思います。昨年10月のインボイス導入以降、約8ヶ月が経過をいたしました。資料2、3をご覧ください。ストップインボイスの今年の3月から4月にかけてのウェブアンケートでは、わずか2週間で7000件を超える回答が寄せられたとのことです。導入前から特に懸念事項だった価格転嫁ができるかの質問に対して、24.3% が値上げなどができなかったため、身を削って補填、売上や貯蓄から捻出した、さらにひどいことに、借り入れをして補填した事業者が約 3%、そしてここが一番深刻なアンケート結果内容なのですが、インボイス未登録事業者については、重要な発注元、売上先との取引状況において、インボイス未登録を理由に値引きされたが 20.4%、取引先から明言はないが、発注が減った、値引きされたなどの不利益があったが 19.1%、インボイス未登録を理由に取引排除にあったが 5.4%、合わせると 44.9%、実に半数近くに不利益があったという結果内容です。そして今後の事業の見通しについて、53.8% の方々が事業、仕事の見通しが悪く、不安と回答しています。これでは日本経済の先行きは、これで日本経済の先行きは本当に明るいと言えるのでしょうか。インボイス導入によって、かつての日本経済の原動力と言われ、ものづくりジャパンの原動力とまで言わしめた中小零細企業の活力をそぐことになり、将来的には大幅な供給力と、技術力と人材を失うことにならないでしょうか。政府は一体何を目指しているのでしょうか。
このようなアンケート結果がさまざま出る中、財務省は現状をどう認識し、分析しているのでしょうか。インボイス制度はやはり一旦見直すべきではないでしょうか。鈴木財務大臣にお伺いをいたします。インボイス制度につきましては、事務負担、税負担、取引関係等に関する指摘がある、さまざまなアンケートでもそういう指摘があるということは承知をいたしております。で、インボイスをこの廃止も含め見直すべきではないかというご指摘であると思いますが、インボイス制度は複数税率の下で課税の適正性を確保するために必要な制度ですので、廃止をするのではなく各省庁と連携しつつ事業者の抱える課題等を把握をしてきめ細かく対応していくことが重要であると考えておりまして、これが基本的な考えであります。はい。でもそれ財務省の言い分なんですよね。去年、総理に私予算委員会かなんかで質問したんですが、こういった懸念事項さまざま考えられるけれども、総理としてどう、政府としてどう対応するのかという、問いに対して総理はきめ細かく、こういうことで注視しながらしっかりと対処していく、こういうことにならないように、対処していくと言ったにもかかわらず、わずか8ヶ月でもうこういうアンケート結果ですということは、その懸念事項がそのまま現実になってしまった、そう思います。小規模事業者、個人事業主、フリーランス、弱い立場で働く皆さんを苦しめ続けるインボイスの廃止、政府に強く求めたいと思います。続きまして、還付金についてちょっと質問いたします。資料4をご覧ください。輸出還付金の仕組み、お金の流れを示しています。ここでは消費税込みで年間300万円の売り上げがあり、年間仕入れ額が税込みで200万円の会社を例にします。時間がありませんので簡単に説明すると、取引先が国内なのか海外に輸出するかで得られる粗利益が大きく変わってきます。上にある取引先がすべて国内の場合は100万円の粗利益に対し約9万円の消費税を納付するので約91万円の粗利益になります。下にある海外に輸出する場合は逆に約18万円の消費税の還付を受けることができるので粗利益は約118万円となります。粗利益の差は実に約27万円になり、およそ3割も違ってきます。各国も同じような輸出還付金の仕組みを持っているし、為替や関税のリスクもあるでしょうから、下駄を吐かせるのは分かります。そういった意味で日本だけ輸出還付金を廃止しろとは国際競争力を維持する面からもこの場では申し上げませんが、大手企業、大手輸出企業を中心に今や内部留保が618兆円を超えています。加えて過度な円安による為替差益、海外の物価が日本の2倍3倍と高いことによる日本の大手輸出企業にとっては国内よりもはるかに付加価値をつけやすい環境といいことづくめですから、何らかの形で日本の内需拡大のために貢献いただきたい。例えば賃上げ、少子化子育て対策費、税と社会保障費の国民負担率を下げるために大手輸出企業には世界の潮流である法人税の最低限率の引き上げを筆頭に租税特別措置の見直しなど税の大の負担をもうそろそろ求めてもいいんじゃないでしょうか。鈴木財務大臣のご見解をお伺いします。最後お願いします。詳細な資料をお示しいただきましたので一点その点についてコメントをさせていただきたいと思います。委員ご指摘いただきましたこの資料でございますが、国内取引と輸出取引で売上が変わらない、同じ300万円ということで前提になっておりますが、輸出取引につきましては我が国の消費税が課されないことになりますので、いわゆる本体価格のみが取引相手に対して要求されるものとなると思います。したがいまして輸出取引の場合は正しい資産としては売上は272万7273円となりまして、仕入れ額を控除した利益の額が72万7273円、これに還付される額を足しました、額が90万9391円となりまして、同じ金額になるという点だというふうに私どもは考えております。で、法人に対する賃上げとかですね、投資とかそういったところをしっかりというお話でございました。その点につきまして、今年度改正におきまして賃上げ税制の強化とかですねさせていただいておりますので、しっかり対応してまいりたいというふうに思っております。もう時間終わりますけれども、今の全く違いますからね、価格の一部ですから、もう300万としたら300万の価格ですから、日本だろうが海外だろうが持っていけば300万です。またこの議論続けたいと思いますので次回もよろしくお願いします。質問終わります。